暮らしとコーヒーの動画。はい、こんにちは。こんにちは。暮らしとコーヒーの動画です。はい。たくさんのご投票ありがとうございました。ありがとうございます。ヒヤヒヤした。っていうかね、いろいろあって、初回のテストサンプルってゲリラ販売分、はい、初回のゲリラ販売分が、はい、多分ね、5、60なんですよね。1人 200g まで買えたから。5、60しかないにもかかわらず、ゲリラ販売分だけのアンケートで YouTube が150件を超えるみたいな、あれあれ飲んでないんじゃないのみんなっていうのもありの、はい、まあ、初めてだったので、はい、いろいろあったんですけど、なんとか投票結果が出て、マンデリンの朝入り、はい、販売が決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、これの販売開始とかまた動画の最後でまたご案内いたしますので、はい、うん、ぜひ最後まで動画を見てください、はい、よろしくお願いします。さて、今日ですよ、うん、もうこのマンデリン朝入りとかじゃなくて、うん、あのですね、紳士式、うん、最近紳士式僕ら掘ってるじゃないですか、うん、紳士式と、まあ、ネオ紳士式、うん、このネオ紳士式っていうのが割と定着してきて嬉しいですね。比較的いろんなところに広まっていって、拡散するしない論争も、うん、まあ、ある程度また盛り上がっていて、もう紳士式っていうものに対してすごく目を向けるきっかけになったんですね、はい、で今回はその紳士式のさらに踏み込んだものを、こちらですね、知ってます、こちらエアロプレスね、エアロプレスね、こちらをやっていきたいと思います、うん、はい、ではよろしくお願いします。お願いします。暮らしとコーヒーの動画では、こちらを開けていきます久しぶりの開封ですね。はい、はい、じゃあ、はい、それね、今エアロプレスってもうかれこれ10年ぐらい経ってんじゃないの、入ってきて、うん、定着してきて、それがエアロプレス GO っていう、うん、アウトドアにも最適、うん、今後うちもアウトドア企画をするので、はい、ちょっとそれに向けてもこっちの方がいいかなっていうのでエアロプレス GO を買いました。はい、今エアロプレスは京都の小川コーヒーさんが輸入、うんうん、ここ書いてあるよね、お問い合わせ先もそうなってます、はい、小川コーヒーさんがエアロプレスの代理店さんになってるということでございます。もう GO って新しいと、新しい、そうそうそう、2020年発売になってた。へえ。よいしょ。これとペーパーと、はいはい、うん、はい、説明書、説明書ここで書いてある、多言語で書いてあると、はい、いう説明書が入っています。水出しもできるの？あ、そう、水出しもできるよ、うん、まあ、けどもう夏終わってるから、今もう秋だからね。じゃあ恒例の、それなんか重さないけど大丈夫かな、軽いね、いけるかな、はい、はい、いきます、はい、こう刺さるか、刺さるか、よし、いきます、はい、せーの、うーん、おお、はい、結構飛んだねロケットみたいなで、これもう一段階開封があって、これ、うん、それの中に全部道具が収まってるので、そちらもちょっと開封をそれはプンしなくていいんで、はいはい、まずその蓋を取ってください、うん、それがあのペーパーを携帯して持ち運ぶ用の、うん、あ、これに入れるの、うん、ペーパーホルダーです。こっちですね、あ、はい、それと本体と、おお、それね、かき混ぜるスプーン、へー、はい、はい、でそれ計量用スプーンですね。それ1杯で一応交渉 15g、うん、結構大きい、うん、もうできるだけその中で決着しようっていうことで、全部入っちゃうんだね。そう、そういうことになって、もうそれだけ持ってって、あとお湯とコーヒーだけ用意すれば飲めますよみたいな感じです、うん、コンパクトにまとまると。で通常のエアロプレスより出せる量が少ないです。あ、はい、ちっちゃいでしょ、ちょっと、うん、忘れた、ここが、そう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 、そこがね、短いから入れれる量が交渉 200ml まで、そういう感じですね、はい、になってます。下はカップとしても使えるそうですよ。あ、これ、うん、そこにブシューって入れる、ぴったりはまるよ、向きも、向きも、うん、そうそうそう、これって、ああ、そう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 、ああ、はい、はで、それでブシューってやれる感じになってます、はい、はい、ということで実際に今からエアロプレスを使って今回投票で発売が決定した朝入りのマンデリン、はい、やっぱ紳士式ってなんだかんだ朝入りがいいんですよね、うん、朝入りが分かりやすいというか、うん、でもちろん深入りでも使えるんですけど、
今回は浅入りのマンデリンを使って抽出をしていきたいのと、クラシトコーヒーの動画といえば比較、はい、ありますよね、うん、ということで今回何を比較するかっていうと、インバート式っていう方式とレギュラー方式、2つの入れ方があるんですよ。でその2つの入れ方で、まあ、実際にどういうふうに味が変わるのか、こうやって意外と動画出てなくて、同時に同じコーヒーでインバートとレギュラーで同じ豆の量と同じお湯の量でやってみて味がどう変わるのかっていうのをこの後検証していきたいと、これから検証していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。暮らしとコーヒーの動画、はい、では豆を挽いていきたいと思います。豆自体は少し細めというふうに書かれていたので、紳士式の基本の挽き目はタイムワーだと20で僕らは言ってるんですけど、少し細めということで18、透過式の普通の時と同じぐらいですね、で挽いていきたいと思います。今回アウトドアということで、こちらのちっちゃいやつですね、ナノタイムワーナノで挽いていきます、まあ、C2 とかスリムプラスとかにしても挽き目は同じ18で大丈夫です。では実際挽いていきましょう。ちょうどね、このナノが入れれる量が 15g なので、まあ、こうやって外に持っていくときにもコンパクトだしいいかなとは思います。これだけで売ってた？ん？それだけで売ってました？これだけでも売ってるところには売ってますね。うちはこのナノ S っていう S 刃になったときにこのナノは取り扱い予定してます。はい、引き終わりました。15だとあっという間ですね。はい、引き続き僕です、よろしくお願いします。夏美店長は今回ガヤなんですよね。はい、はい、っていうのがこれ夏美店長まだやってないんで、今皆さんと一緒に夏美店長も学ぶという感じですね、はい、説明書通りのレギュラー方式っていうものからまず説明していきますね、うん、まずペーパーをここにセットします、はい、でこれをもう閉めちゃいます、うん、ここに置いて下あのカップも一緒に置いとくの、カップも一緒に置いておきます、うん、で 15g の粉を入れます。50cc、 50ml のお湯を、まあ、全体締めるぐらいですね。アウトドアだと測りがなかったりするんで、全体締めるぐらいのお湯を入れて、はい、でこの付属のヘラこう混ぜる、これで10回混ぜます、はい、で残りの 150cc を入れます。で蓋をします、はい、でこの蓋をした状態で注ぎ始めから1分間待ちます。これお好みなんで1分半がいいよっていう人もいれば、もっと長くする人もいるけど、まあ、最低1分間っていう感じですね。1分間待ちます。でこれはアウトドアでやるときは携帯のストップウォッチ、蒸らしのスタートの時からストップウォッチをスタートして1分が来たら押します。忙しいね、うん、ちょっとお湯入れて混ぜて全部お湯入れて、で注ぎ始めから1分が来たらこれを30秒ぐらいかけて、でね、これ気をつけてほしいのが、僕お店でやるときとかはこのタイムモアのスケール使ってやるんですけど、こういうスケールの上で高圧かけるとこっちずれちゃう、壊れちゃうことあるんで、やるときはもう必ずこれ外して30秒ぐらいかけて、これでぐーっとゆっくり押していきます。でこれで30秒ぐらいかけて終わったらここに抽出完了してると。最後まで出すってどこまで？これがもう止まるまで、ブシュシュシュっていう。あ、そうなの、うん、っていう。そこまで押す。そこまで押す。あ、で出来上がりで、出来上がったらこれを外してゴミごとポンと、へポンと、もうこれ手入れが簡単なのも一つ魅力ですね。ということでそれがレギュラースタンスです。暮らしとコーヒーの動画では続きまして、インバート式、これももう長くやられていて、説明書には相変わらず載ってないのかな、うん、でもなんかこのね、エアロプレスって大会があって、いろんな入れ方が考案されてるんだけど、その中でも定着してるのがこのインバート式というやり方になります。でさっきのレギュラースタンスは動画見てもらっても分かると思うんですけど、ポタポタ抜けてるんですよね。あの下向けてるからポタポタって落ちてるっていう、紳士式でもちょっとメリタとかああいうのに近い感じで、完全に止めれるわけではないんですけど、このインバート式っていうのは完全に液体を止めることができる。でやり方としましては、これをさっきはこういう順番に組んでいったんですけど、逆でこうカツカツまでセットしてこうですね、この状態で準備を始めます。まず 15g の粉を入れて、また全体湿らして10回攪拌で満水まで入れます。これが200になればいいんですけど、200にならないことが豆によって違うんですよ。
浅入りだと200まで入るけど、深入りだとやっぱ粉が膨らむんで200まで入れちゃうと溢れちゃうと、うん、そういう時はもうこだわらずに入る量まででいいです。で今回浅入りなんで多分200まで入るんでフェアな比較ができると思うんですけど、深入りはもうまず入んないですね、200は。だからまあ並々まで入れますと、はい、でまたこう蓋をして、でこの状態で注ぎ始めから1分経つまで待ちます、はい、で1分経ったらひっくり返してセットして、でこれでまた同じように30秒ぐらいかけてゆっくりぐーっと押していくと、はい、で出来上がり。今回はそのインバート式とレギュラー式、この2つのエアロプレスの入れるメソッドを使って味の比較をしていきたいと思います、はい、この時点で夏美店長何か質問ありますか？分かんない、はい、まあじゃあ実際やってみましょう。はい、で今回ちょっと視聴者さんから、お店に来てくれる視聴者さんからエアロプレス5をもう1台借りてますので、はい、同時に、はい、夏目店長と僕とで同時にやっていって味を比べていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。暮らしとコーヒーの動画抽出をしていきたいと思います、はい、レシピはこんな感じ。油温が92度とちょっと高めでやっていきます。では僕がインバート式、夏美店長がレギュラー式でやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、で僕はインバートなのでペーパーをセットする、セット、うん、ああペーパーをセットする、組んじゃうと、ね、はい、組んじゃいます。ここに粉を入れる、はい、入れちゃうね、入れちゃいます。で僕はこういう風に反対向けてここに粉を入れますというね、上と下の違いですね。私はこの上にもセットしとかないといけない。そうですね、はい、で僕はもうこのままこうセットします、はい、まずお互い50入れてきます。全体が締める程度にちょっとゆっくりめですね。はい、50入れたのでヘラで10回攪拌します。1、これも下から上とかある？5、6、うん、7、8、はい、10回攪拌しました。じゃあ200まで、はい、で200まで入れてきます。はい、やった、こうして、はい、あ、こっちも200入りましたね、うん、でそれで満タン、軽く蓋をしてください。軽く蓋を、うん、あと待ちった、あ、じゃあこっちで52 55 56 57 58 59 60、はい、じゃあ1分経ったのでゆっくり30秒間かけて、押していきます。じゃあ30秒間はこれで見ましょうかね。あんまりいいやつ使うとダメなの。そうだね、はい、じゃあ僕はここでひっくり返して押していきます。はい、じゃあいくよ、ゆっくりよ、うん、せーの、ほい、だいぶゆっくりだね。30秒あんまり力入れちゃいけないね。そうっすね、ちょっと加減が最後の10秒でガーっていくじゃないだとかなりゆっくりを意識しないと30秒にならないですね。25 28 あ、違う、まだまだ、うん、はい、 OK、 はい、では、はい、いきますよせーの、抽出完了です。押し方慣れが必要やなバタバタした。30秒、はい、抽出が完了しました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今回？もたもたしてたらダメ。これ慣れだよね多分ね、もう全然うわーってなっちゃったね。あと押すのが30秒って思ったよりゆっくり押さないと。そんな力こうやったけど全然力入れちゃダメだ、うん、もうかなりゆっくりうーっつって、うん、まだ20秒ぐらいの時に、そうだね、30秒までに落とさなきゃみたいな、これからの世界のこととか考えながらぼーっと押すぐらいがちょうどいいかもしれないですね飲み比べをしていきたいと思います。はい、そっちがレギュラーか。はい、はい、なんかレギュラーの方がオイリーな感じがするね。本当だね、見た目が結構違う。じゃあ飲み比べをしていきたいと思います。まずじゃあレギュラーからいきましょう。はい、レギュラー、オイルが出てるのは気のせいだね、多分日の当たり方で、うん、あ、いや、レギュラーの方がちょっとオイリーな感じはしますね。そうだね、うん、うん、飲んでいこう。いただきます。じゃあ
うまっ。うわやっぱ浅入り紳士の方がいいかもね、うん、味がすごい濃く出る、うんうん、じゃあ続いてインバート式、はい、完全に止める方ですね。おお。あ、違うわ。ちょっとコショコショ話する。何がどなんでこう、ね、濃いよね、濃いよね。はい、OK。 じゃあ、コショコショ話終わり。で、うーん、おお、もう明確に違う。これレギュラー、こっちがインバートですね。どっちが好きか、せーので指さしますか。まずどっちが好きね、うん、好みです。いいっすか。温度帯変わるとまた雰囲気変わってるね今ね。悩む。超悩んでるじゃないですか。はい、昇降中のため一回撮影が中断されましたが、はい、初めてですねこんなに悩むこと。レギュラー方式とインバート方式どちらが好みか、もうこれはお互いの好みの話なのでもう気軽に決めましょう。じゃあいきますよ、せーの、こっち。分かれる。絶対こっちって言うと思ったんだ。分かれる。濃いのが好きだからねそもそもね、うん、うん。夏美店長はレギュラー。じゃあではない。ではない。じゃあまあ順番に話していきましょうか。はいはい。暮らしとコーヒーの動画。まずこのレギュラー方式とインバート方式、違いがあったのかなかったのか、うん、こちらの話からしていきましょう。違いはどうでしたか。終わりです。全然違う、はい、やらないですか。全然違う。全然違う。これびっくりするぐらいは本当に違いましたね、はい、だってかかってる時間もお湯の量も豆の量も全部一緒なんですよ。違うのは下を向けて抽出するか上を向けて抽出するか。それは何が違うの、うん、その下を向け、まあ、レギュラーはちょっとポットポット落ちるんでしょ、うん、落ちます。でもそんなの確認する間もなくさ、もう1分が来ちゃったからさ、うんうん、これはねけどシンプルに浸湿式とネオ浸湿式の違いに近いと思うんですよ。あ、ポタポタ抜けちゃうメリタの浸湿式 と、うん、クレバーとかスイッチみたいなネオ浸湿式。そんなポタポタ落ちる。落ちるよ。やっぱりそこの違いが大きいかなと思いましたね。まあ、完全に止めるかそうじゃないかってことそうだけだよね。これだけ差があると、まあ、だからもう本当に完全に止めれるかどうかの違いだけ、ネオ浸湿式と浸湿式の違いぐらいの違いで今回の結果につながってるんですけど、まあ、驚くほど違いが。インバート方式はかなり濃縮感だったり濃かったりとか、うん、でインバート方式だけ実はお湯を足すっていう人もいるんですよ。あ、濃いから濃いから、うん、だから少なめに作ってお湯を足して飲むっていう人もいるぐらいやっぱり濃く落ちるっていうのは皆さん、うん、知ってるところになってると、うん、でそれに対してレギュラー方式っていうのは結構ごくごく飲めるというか、うんうんうん、すっきりした味わい、うん、両方やっぱ浸湿式ならではと、あとこれ浸湿式プラス圧力が入るじゃないですか、うん、だから他の浸湿式とは違う圧力分の濃縮感っていうのはおのずと出てくるんですよ、うん、だから抽出時間が短いんですけど、まあ、要はそういう違いがあって、うん、ひっくり返すかどうかでもこんだけ違うというぐらい違いが出ました、うん、はい。で続いてなんですけど、レギュラー方式、はい、夏美店長推しの方ですね、うん、これ何が良かったかちょっと教えてもらってもいいですか。私前尾崎さんとのコラボの時でも言ったんですけど、やっぱり朝入りの醍醐味って酸を楽しむことかなって勝手に思ってて、うんうんうん、ジューシーなみたいなね、うん、朝入りってそこを求めるのかなって思ってて、うんうんうん、だったらこのレギュラーの方がよりそれが楽しめる、そのなんかジューシー感っていいよね、あの言い方ね、うん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 、ジューシー感、うん、はい、が楽しめるなって思いました、うん、味のボリュームもしっかり出てますもんね、うん、なのでいわゆるこうおコーヒーにならないというか、うんうんうん、なんかね結局おコーヒーって透過式でやると、うん、おコーヒー感上品な軽い飲み口になるなっていうのも今僕らたどり着いていて、やっぱりそことは全く違うボディの厚さっていうのがレギュラーでも出てたというところですね、うん、そうだよね、はい、はい、ではこちらのインバート式です。夏美店長このインバート式はどう思ったんですか。こっちの方が濃い、濃いじゃないですか、うん、
ジューシー感と濃さって別のものなんですか。私の中で思うに、うん、なんか味の五角形みたいなのが うんうん、あるとすれば、うん、多分これは、まあ、こっちに比べたらよりボディが 薄めっていうかになるから、うん、他の味がより際立ってるのかなっていう、はい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 、でこっちは全体的にそれぞれが出るから、うんはいはいはい、なんかその際立つものが うまいこと丸々っていうか、うんうんうん、そんなイメージ、うん、なるほど。全体的な五角形はこっちの方が大きいけど、そう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 、人は何かが突出してるから、はい、より強く感じるという、うん、僕やっぱり全体的な五角形が大きい方が好きなんですよそれも夏美店長も予想通りの、はい、僕こっちだろうなと思ってたっていうところでも納得できるんですけど、うん、非常にやっぱりこう味が多い、うん、情報量が多いんで、うん、情報量が美味しいもん僕多分美味しいって思うんですよね、うん、でその余すところなくボディの厚さだったり、うん、そのマンデリンの浅入りの独特な味わい、うん、だったりとかそういうものが全部過不足なく出てるなっていうのを強く感じることができたのは、うん、僕はインバート式だなって思ったのと、うん、あとこれをベースに、うん、さっぱり飲みたい人はお湯を足して、うん、濃く飲みたい人はそのまんまとか、うん、とシェアするっていう時にもインバートの方が分けやすいんじゃないかなと、うん、あ好みでね、うん、っていうところのメリットもあるなとは思ったんです、うん、で個人的にもやっぱりこっちの味の方が僕は濃い味の方が好きでした、うんということで、はい、インバート式とレギュラー方式、はい、それぞれ違いがあって、はい、どっちがいい悪いじゃないっていうのはよく分かりましたね。そうですね、はい、ですのでぜひこのエアロプレス5を持っている方は、うん、今のやり方で飲み比べなどをしていただいて、うん、どっちもできるもんね。どっちもできる、うん、で今からやっぱキャンプシーズンになって、うん、どんどん外に皆さん出ていくことがキャンプに行くことが密を避けてね、うん、多くなると思うんですけど、そういう時にこのエアロプレス5非常に便利な道具ですので、この秋のキャンプ道具リストに入れてみられてはどうでしょうか、うん、であとこれ場所取らないから普通のエアロプレスより収納しやすいというのがあるから家に1台あってもいいかもしれないですね、うん、そうですね、はい、ということでエアロプレス5でした。はい、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。マンデリンの浅入りですね、はい、こちらの販売が開始になります、はい、この後ですね、うん、まず単品ですね、うん、そのまんまのものと浅入り深入り、同じ豆の浅入り深入りで飲み比べれるセットっていうものの2種類を発売しようと思っています、はい、でそれぞれちょっと僕らの、製造量発送量の限界があるのでまた数量が少し限定になってしまうんですけれども、うん、今後はちょっとしばらく先の分まで予約を取ろうと思っておりますので、はい、そちらの方も合わせてチェックしていただけると幸いです、はい、エアロプレスを使ってぜひ浅入りも深入りも飲み比べるみたいなのも面白いかもしれないですね、うん、はい、ということでこの後皆さんに投票して決めてもらった浅入りのマンデリン発売決定です。たくさんのご投票ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価チャッチャッチャチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また Facebook、Twitter、Instagram と SNS もしておりますのでそちらの方もフォローいただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。次週もお楽しみに。楽しみに。動画の内容が気になる方はチャンネル登録をして来週の配信をお待ちください。はい、はい、どうもご視聴ありがとうございました。また来週。また来週。